もしかしたら最終回かもしれません。ラグビーピースール2周目、刹那啓介です。そう、どんどん進めていこうか。誰かの鬼声手に入りました。あと2時間しかないで、もう追い込みで筋力上げていこう。パワーだ、パワーこそ正義さ、力こそパワー is beautiful。 ボエー、もうなんか新しいやつどんどん出てきすぎだろ、不良な。なんかレパートリー多なったな、髪型って言っても色変わっただけやけんな。結果は嫌だよ。そうやって油断させるつもり作戦だな。そうはいかん。3人の不良を倒したお前を倒せば、俺はそいつら全部の上に君臨できるんだからな。じゃあお前がラスボス倒してくれよ。倒すか倒さないとか何なの。勝負だ。来たー。多分宇宙の神秘じゃ倒せんのだろうな、一撃じゃ。あ、ちょっと半分よりちょっと多いけん、宇宙の神秘よりも上位互換のやつ使おう。あ、耐えた。やるな、通常攻撃。よーし、どんどん強くなっていくよな。なんかこういうの見たらラスボスに倒せるんか、ちょっと不安になってき始めた。どうしようかな、いけるんかな、これ。残り1時間でいけるんかな。出たー、黒板オブクイーン来ましたよ。黒板オブクイーンで最高峰来て、皮肉もちょっとかっこいい。ちょっと気に入り始めとんでないが。よしや。リンザギヤマ話しかけても意味ないような、多分。ナナちゃん。あ、見たわ。この回は見たわ。綺麗になったんじゃないのみたいな内容を見た。よっしゃ。これで勝てるかな。戦闘なんよな。スキップするよな。いけるかな UFO。 もう最初からクライマックスの状態でいくぜ。あれ、不安すぎる、不安すぎるぞ。え、いけるんこれ。微妙やな。いけ、耐えた、いけた、勝ったー。ギリギリだったー。戦闘時間短っ。戦闘時間短くなってしまったやん。あんたなんでゴメスを、あんたなんてゴメスで十分なレベルなのね。がっかりした。心も体も弱い男は嫌いよ。イエーイ、言っているぜ。く、覚えていろよ。両兵は負け犬みたいなセリフを吐いてどっかに走っていた。気分爽快だぜ。あんたもあんたでちょっと勝ったからって一気にならない。ああ、快感。相手だって油断してたに決まってるし、調子に乗るのやめなよ。はい、ナナちゃん。でもあんたがまさか不良のボスに勝つなんて思いもしなかった。私だけの力じゃないよ。ナナちゃんが私のことを毎日ビシバシ鍛えてくれたからさ。そんな描写一回もなかったやないか。裏で何してたのよお前ら。悪かったわよ、毎日ぶって。いいのいいの、何はともあれこうやって奈々ちゃんにも平和な日々が訪れるといいね。うん、じゃあ帰ろうか。あのさ、うん、奈々ちゃんは私に向きになると優しい顔でこう言った。今日一生懸命ゴミ拾ってるあんたを見てたら、平和って自分の手で作れるんだって思った。えへへへ。まあ平和になったんかなってちょっと実感ないんやけどな、俺は。クラスメイトが平和の方向に向かっていっきょったかっつったら微妙。あ、林崎山は良かったけど。私に喧嘩売るアホがいなくなるといいよね。でも、あんたみたいな優しいアホは好きだよ。ありがとうございます。てか、あんたが好きだよ。それは告白と見ていいんですか？今世間では同性愛が購入されてきましたからね。もしかして行くんですか？おっと、ピュアなゴメス。
私、何言ってるんだろう。って、あんたも何鳩が豆電報を食らったような顔してんの。こういう時にこそ、焼けるべきじゃない。たまには、優しくされるのも、いいんだね。飴とムチ。奈々ちゃんは飴とムチを覚えた。ねえ、あんたに言わなくちゃいけないことがあるの。ん？奈々ちゃんは、目を閉じて、一呼吸置いた。え？なんだ？あー、ズボンじゃなかったら。奈々ちゃんがズボンじゃなかったら、多分今後ここに白いパンティーがあるかもしれなかったところなのにな。惜しい。実に惜しい。ちなみに、シュサさんはパンツ何色派ですか？俺？言わないで。俺は言わないで。奈々ちゃん、部活の紙ここに置いておくからね。あんたが一番最初の私の名前を呼んだのは、部活動加入の紙を渡してくれたとき。突然、名前を呼ばれて、間抜けずらしてた私の顔を、あんたはその上を行く間抜けずらでヘラヘラ笑いながら見てた。そして、どこに部活に入るか決めたって話しかけてきたとき、私はあんたを一瞬で変なやつだと見抜いた。番長だなんて、物騒なあだ名のついた私に話を振る物好きはいなかったから。それがあんたの第一印象。私はできれば部活なんて入らないで帰りたかったけど。この学校は部活動必須なので、迷った挙句、小中学とやっていたバレー部に入った。やっていけたんかな、不良なのに。どうなんだろう。あんたは自分でオカルト研究部なんて妙な部を設立していた。部員は結局ずっと一人だけだったね。仕方ないよ。あんたはどっからどう見ても変だもん。そうだね。否定できないね。今思えば付き合ってやってもよかったかなって思ったけど、その時はなんとなくやめた。本当、なんとなく。ね。だけど、変だ変だって思いつつ、内心は羨ましかった。だから、人の目を気にせず自由に生きまくっているあんたを私はいつも見てたんだ。あんたはいつも絶え間なくヘラヘラしてて、わついた顔をしてて、授業中は宙を見てにやけていた。何が見えとったんや、宙を見てって。なんかまずいもん見えとったんじゃないだろうな。半透明な人間とか見えとったんじゃないだろうな。それでいつも注意されていた。ただの変人な上、アホなんじゃないかと思った。正解だよ。そして少しだけ心配になった。でもやっぱり幸せそうなあんたが羨ましかった。あんたみたいなキャラに自分がなりたいとは思わなかったけどね。だからあんたが体育館倉庫で先輩たちにリンチされてボロボロになっていたのを見つけたとき、びっくりして一瞬頭の中が真っ白になったのと同時に、やっぱりねって思ったの。幸せで自由すぎるんだもの。そんな女子高生、今時どこにもいない。だけど、気がついたら私は先輩たちを追い払ってた。放っておけなかった。何か勘違いしているかもしれないけど、私はいい子じゃないから、あんたのことを好きじゃなかったらそんなことまでしないで扉を閉めてたよ。あんたは私のことをまっすぐだけとか、本当優しいんだとかと思ってるんだけど、全然そんなことないから。いや、そうなんだろうか。奈々ちゃんって意外と根は真面目そうな気がするしな。ある日あんたは言ったね。あの日どうして助けてくれたの？私は答えた。あんたが私のことをちゃわ、1年の時の奈々ちゃんはもっと変な子だったわ。あんたが私のことを番長って言わなかったから、あんたが私に歩み寄ってきてくれたから。番長って呼べるの嫌なの？私は自分の衝撃的な気持ちを言った。番長なんて呼ばれるとみんなが遠く感じる。番長なんて叫びのこもったあだ名じゃないでしょ。みんな怖いから、私が怖いからそういうあだ名をつけるの。なんだか私はあんたと違うからって言われてる気がする。でもあんたは偶然か気まぐれか知らないけど、私のことをそう呼ばなかったから遠く感じなかった。ただそれだけ。別に私の怪我とか汚れた制服とか気にしなくていいよ。私がしてくれてしたことだから。ああ、これ過去の話だった、過去のセリフだった。まあ、変な声で読む忘れとった。私のことは気にせず、あんたは幸せなままでいればいい。
よ捨て人のように全てを諦めた私に、あんたがかけた言葉は意外なものをこの上なかった。私はナナちゃんを怖いと思ったことないよ。嘘。分かっていたけど嬉しかった。全然なんでことない言葉だったのに、顔がどんどん赤くなってきた。こう見たら本当に惹かれ合ったんやなって思ってくる二人。その一言で自分がくだらないことで悩んでいた気がして、こそばゆくて恥ずかしくなった。あんたは相変わらず少しだけニヤニヤしていた。あんたはどんな時にも一番そばにいてくれたね。番長っていうレッテルだけじゃなくて本当の私を知っていてくれたね。あんたはあんたの知らないところで私を助けてくれていたんだよ。ずっと照れて言えなかったけど、今の本当の気持ちを言わせて。ごめんす。私の友達でいてくれてありがとう。いいのいいの、不良と戦うくらいへのへのカッパー。一瞬目はやられたけどね。本当はそんなこと俺で言ってるんじゃないけどね。おお、いい、いい絵だ。なんかこう見たらギャルゲーみたいな感じなんだよ。ギャルゲーみたいな絵になってきたんだ。ユリ系。何か、また何かあったら私に任せてね。調子に乗らないの。私が不良のボスを倒したからかな。ナナちゃんが戦わなくて済んだからかな。ずっと浮かない顔だったナナちゃんが少しだけ笑顔になった。これでナナちゃんに降りかかった最悪かな。え、なんだろう、わからんけど、振り払えたのかな。うん、そうに違いないね。私はこれからももっと教室をきれいにして、不良を封じるから。封じるからって言っちゃったよね。封印、封印の方かね。ナナちゃん、期待しててね。封じるって言うけん、封印の方かと思ってしまうで、闇のゲームでも始めるのか。私が影からいつだってナナちゃんを守るよ。それだけは忘れないで。いつまでも君に平和がありますように。ピースフルエンド。来ました、とうとう落書きピースフル、ちゃんとしたピースフル来ましたよ。落書きピースフルはこういうピースフルですよ。これですよ、周回プレイしないよ、もうしないよ、終わっちゃった。おお、ちゃんとしたピースフルになった、なりましたよ。エクストラ、こんなんあったっけ。ここはおまけのコーナーです。おまけ、こんなんあったっけ。なかった。CG モード、ああまだ見てない絵があるんじゃ。ってことはこれはエイターエンドとピースエンドのやつなんだろうな。エイターエイドで、エイターエイドってな、薬みたいな名前になったけど、エイターエンド見たら多分エイタ君のでかい絵が出てくるんだろうな。あとだけ、こんにちは、制作者の黒いゆずらです。ありがとうございます、黒いゆずらさん。落書きピースフル、別名ナナ様観察日記という、ナナちゃん視点のゲームみたいになってるやん。ナナちゃんの観察日記だったんこれ。お、遊んでくれてありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。このゲームは2010年12月に某所でお得なゲームを作ってくんねと言われ、約1週間で作り上げて超短編ゲームに可決修正を加えたものです。5年前なんだよ、だいぶ前や結局。うん、一応お絵描き戦争の体になるものとして作りました。作者さんの過去のゲーム頑張ったよ、私キラ強調してきてる。全然寝てないよ、私成長しないんだろうな多分体が。あ、そのことは失礼か、言ったら失礼か。おかげで過失修正してる間にパソコンデータを吹っ飛ぶし、具合悪くなって倒れすし、散々でした。頑張ったな、ありがとうございます。それでできた荒掛けピュースだったらすごい楽しめたっす。ポーシーにはお得になったかは分からないけど、私からのクリスマスプレゼントだと思ってこのゲームを遊んでほしいです。メリクリ。このゲームを遊んでくれた人も本当にありがとうございます。いや、こちらこそメリークリスマス。収録しての11月です。収録してるの11月ですけどね。帽子へのプレゼントと言いつつ、このゲームはサイト復活記念も兼ねてます。長いこと更新をサボったのでね、
チビキャラを描くのが好きなもんで、作っていて非常に楽しかったです。またこんな感じのゲーム作りたいな。今回の裏技ですが、名前入力の時、ロイドの部分にオカマじゃないわよって打つと QA と効果音が鳴ってオカマになります。マジで これやりたい。これだけちょっとおまけでやろうかな。オカマじゃないわよって打つ、名字の部分にオカマじゃないわよか、オカマじゃないよよって言ってたのにオカマになるんだ。ゴミをもらった時の出現アイテムがオカマ写真集だけになる。これやろうかな、おまけで次のパート的な感じで。一度鳴らした名前は元に戻しても OK です。代読おいどく、そうだおいどくだぞ。ではでは、ダウンロード並びにゲームプレイどうもありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。ということで、今回はラガキピースル最終回、2週目最終回、ピースルエンド、ご視聴いただきありがとうございました。ラガキピースルは永遠なり。ごめんす、お前はいいやつだったよ。というわけで、皆さん、仕上げ。